こんにちは、普通のサラリーマンです。本日は商品紹介をさせていただきます。今回の商品の方がこちら、マックスウィンさんの MDR-A001B セット1という商品になります。今回の商品の大きな特徴といたしましては、分離式のカメラ。今まで紹介してきましたデジタルインナーミラーのカメラっていうのがこういった感じで、ミラー本体にカメラがついているような仕様でした。で、このミラーにカメラがついていたので、セーフティーセンスの搭載車両ですと、このカバーの方がフロントカメラに映り込んでしまってたんですよね。この状態ですと遠くの信号などであれば問題ないんですけど、近くの信号ですと確認できなくなってしまうっていうのがちょっとまあ気になる点でした。それでさらにはミラーの角度をちょっとこう変えたりするとカメラも一緒に動いてしまうので、再度カメラの位置調整をするのもまあちょっと難点だったんですよね。そういった形でこっちの商品に関してはカメラの取り付け位置がある程度自由が利きますので、私個人としてはまあこんな商品があったらいいなって思っていた商品がまあ実際に形になったような商品になります。それで今まではドライブレコーダーとデジタルインナーミラーの2台体制だったんですけど、今後は1台に集約できて、まあ見た目もスッキリするような形になります。カメラの詳細なスペックに関しては概要欄に貼っておきますので、気になる方は詳細確認をお願いします。ちなみにこちらの商品 GPS 機能がついてないので、マイナスポイントとしては時間設定がまあ手動ということ、プラスポイントとしては GPS がついてない分、専用のソフトを使う必要がなくて動画の再生が可能となります。あと個人的に気に入っているポイントが、電源ボタン周辺にある中止監視機能のランプ、赤色で点滅しているのでいたずら防止への抑止効果がまあ期待できるかなと思っております。それでは実際の録画映像と最後に取り付け映像をご覧いただくのですが、取り付け映像に関してはポイントを押さえた映像となっておりますので、詳細手順に関しては概要欄に動画の URL 貼っておきますので確認ください。それでは早速今回の商品デジタルインナーミラーの映像を確認していきたいと思います。まずはフロントカメラ、注目していただきたいのが左側ですね。画面左側、カバーなどの映り込みもなくしっかりと正面を映すことができております。でこちら続いてアンダーパス、明るいところから暗い場所、そしてまた明るい場所に移り変わっていくんですけど、今回の商品かなりそのレンジが広い、明るさの表現度が良くてですね、暗いところから明るいところに移り変わる際に、まあ、白飛び全然しないんですよね。これはかなりその明るさの表現度が高いものとなっております。でこちらがちょっと高い場所に登っていくような映像で、空が綺麗に映っております。これ空の映像とかあまり関係ないと思うかもしれないですけど、まあ、白飛びしてますとか白飛びしてませんとか、そういったところでこういった見分けがつくような形になりますね。で続いてこちら以前の商品となっております。こちらカメラがどうしてもカバーの近くにありますので、カバーが映り込んでしまうような形になっております。でこの後注目していただきたいんですけど、暗い場所から明るい場所に移り変わるときですね、明るいところから暗い場所に移る分には、まあ、特に問題ないんですけど、この後ですね、遠くの方がもう真っ白なので飛んじゃってるんですよね、まあ、このような形でちょっとそのレンジが狭いとこんな形になります。で続いてこちら今回の商品のリアカメラの映像ですね。ごめんなさい、ちょっと編集ソフトとの相性が悪いせいでちょっと映像が乱れてますが、実際の映像はちゃんと綺麗です。ちょっと説得力はないですけど、こんな形で綺麗に映っております。これは本当に編集ソフトすいませんって感じですね。でリアカメラに関しては明るい場所暗い場所の移動も、まあ、よりスムーズになっておりますので、まあ、見やすい形になっております。今回の商品ですね、こちらの方ですね、色も鮮やかで綺麗に映っているような形になります。空もやっぱりこちらかなり綺麗なんですよね。で続いて以前の商品ですね、こちらの方ですね、綺麗に映ってるんですけど若干白飛びしてるんですよね。あとはコントラスト比がちょっと弱いというか、そんな感じですね。でこちらはですね、またアンダーパスの方に入っていきます。正面に関してはちょっとその明暗の差が大きかったんですけど、こちらリアに関してはなかなか明るさの対応速度も速いような形になっております。でもちょっとこれ暗いところはだいぶ暗く落ちてるような形になりますね。でこちらがちょっと高い場所にまた登る感じですね。緑色とかやっぱりその色味がちょっと白っぽく出てるような形になりますね。
まあ、空も若干白飛びしているような形になります。で続いて今回の商品のフロントカメラ、夜ですね。あの映像を見ていただくと、まあ、そこそこ綺麗なんですけど、この後ミラーの映像もあるんですけど、ミラーに関してはちょっとノイジーな感じになってしまうんですけど、録画してある映像に関しては、まあ、かなり綺麗に撮れてると思います。まあ、このような形で前の車に近づくとナンバープレートもしっかりと見えますね。でこちらが今回の商品でちょっとその高いところに登ってる様子ですね。夜は結局街灯の近くか遠くかっていうだけの違いなので、まあそんなに差があるっていう感じはないですね。でちなみにライトがついてると対向車線のナンバープレートは全然確認できないような形になっております。以前の商品ですね、こちらもやっぱり夜間このような形で映ってるんですけど、あの一見綺麗に、先ほどの商品より綺麗に映ってるように見えるかもしれないんですけど、これ黒いところは黒く潰れちゃってるんですよね。ですので、あの綺麗には見えてるんですけど、その暗いところは潰れてしまってて、ちょっとその明るさの表現というのは弱いのかなっていうのがちょっとありますね。で逆に白、明るいところは飛んじゃってるし、黒いところは潰れてるっていうのはそんな感じです。で続いて今回の商品のリアカメラの映像ですね。こちらすいません、ちょっとレンズに傷を入れてしまった可能性があるんですけど、若干その街灯とかキラキラ光ってるところが、あの縦に線が伸びてしまってるような形になります。でこの後ですね、後ろから L ブランドがくっついてきてるんですけど、あの早い段階でナンバープレートも見えておりますので結構性能の良いセンサーだなと思います。でこちらが以前の商品ですね。こちらあの画角がちょっと違うの分かりますかね。先ほどの商品よりもちょっと広く映っております。あのいい点としては、あの後ろの何かこう人が通るとか、あの何か物があるとか、そういったのを見つけやすいんですけど、ちょっと距離感がつかみにくいっていうのはあります。これはちょっと好みが分かれると思いますが、こちらもあの同じぐらいの距離でナンバープレートとか見えるようになってますので、カメラ性能としてはまあどちらも同じぐらい良いのかなっていうような形になりますね。でこちらが実際のモニターの映像ですね。あの今回の商品に関しては若干あのノイズが入ってるように見えるんですよね。あの ISO 感度っていう言葉があるんですけど、その ISO 感度をまあ目いっぱい上げてまあ表示しているような感じになります。でもあの黒つぶれもないですし、白飛びもないので見やすいといえば見やすいんですよね。全体的にはちょっとノイズチックな感じにはなるんですけど、でも輪郭もちゃんと押さえてるので、あの見えてるもの、映ってるものがちゃんと見える、そんな感じの映像となっております。ちょっと、まあ、映像が荒いって思う人もいるかもしれないですけど、これはちょっとこちらもちょっと好みが分かれますね。で続いてこちらは以前の商品になっております。これ明るいところは明るいんですけど、暗いところはちょっと暗い、そんな感じですね。でこちらも特にあの大きい街灯がない、まあ、そんな場所であればまあ綺麗に映ってるんですけど、やっぱりその白いところがもう白く飛んじゃってるので、看板とかは何が書いてあるのかはまあ全然わからないような形になりますね。でこちらは高いところに登っているような形になります。こちら映像としてそのノイズは入ってないんですけど、あのちょっとその輪郭がぼやけ、明るいところは輪郭がぼやけますし、暗いところはちょっとあの建物の影とか車の形とか、そういうのが全然分からなくなってしまっているような状況になります。で最後この後ですね、続いてこちらリアカメラでセブンイレブンさんを映している状態なんですけど、上が今回の商品で、下が以前の商品となってるんですけど、今回の商品はセブンイレブンさんの、まあ、色もちゃんと分かりますし、右側注目していただきたいんですけど、バスの形、あとは色もはっきり分かります。で前回の商品に関してはセブンイレブンさんの色が、セブンイレブンさんの看板の色がちょっとはっきり分からないですし、
あとバスの方がちょっと黒く潰れてるような形になります。そして最後日中の様子ですね。日中の様子に関しては、まあどちらの商品もそれほどミラーの性能に差を感じることはないんですけど、結局あのカメラから送り出される映像、その白飛びしてるとか黒つぶれしてるとか、それはそのままあのミラーに反映するような形になっておりますので、やっぱり今回の商品の方がまあかなり見やすくなっております。あとやっぱり距離感がつかみやすいんですよね。今までのは広角のカメラがほとんどだったので、映ってる範囲もまあ広く映ってて、いいと言えばいいんですけど、ただやっぱりその近いんだか遠いんだか、そちらがいまいちわからないので、今回の商品はその辺がまあ結構わかりやすくなっているような形になりますね。あ、でこちらすいません、ちょっと録画した際にカメラの設定が相性悪かったみたいで、ちょっとモヤモヤしてますが、全然綺麗に実際のところは映ってるような形になりますね。あとこちら以前の商品に関しては若干その最高輝度にしてもまあ暗いっていうのがありますね。あ、こちらはその白飛びしてしまってるような映像になりますね。これはカメラ性能の話になってくるので、またあの仕方ない話にはなりますが、まあ、こういった形で映ってるようになります。それでは最後、今回の商品の取り付けポイントをお話しさせていただきたいと思います。こちら、まずはセット内容の確認です。左上から前後用のカメラ2台、モニター、電源用コード、リア用のバッグカメラ配線、バック信号取り出しの紫色の配線、配線隠し用のカバー、今回ベルファイアでは使わないです。で、その上の小さい部品がモニターをフロントガラスに取り付けるものですね。で、続いてこちらの商品もベルファイアでは使わないんですけど、台座用のカバーとなっております。そして最後、取扱説明書となります。今回の商品取り付けに関しましては、電源がとヒューズボックスから取り出しとなっております。今回ドームとあとはシガーソケットから取り出します。で、シガーに関してはヒューズが15アンペア利用しておりますので、こちら気になる方は変換をしてください。で、こちらとミラーの取り外しに関しましては T20 のネジを使います。こちらもちょっと特殊なネジとなっておりますので、まあ、事前に用意してあげましょう。で、こちら配線類に関しましては A ピラーを外して、そこから配線を通していくような形になります。こちらの取り外しはまあ最もポピュラーなやり方かなと思いますね。で、こちらカメラの方を取り付けまして、大体の位置の方と、あとはまあ動作を確認していただくような形になりますね。で、続いてバックカメラ、リアの分に関しましては、床下の配線を通します。で、そのためにまあエントランスモールなどを外したような形になりますね。で、最終的に蛇腹を通しまして、リアのウィンドウ、こちらに取り付けます。あの説明ではさらっと行っておりますが、結構大変な作業となりますので、あの、まあ、ちょっと時間に余裕があるときに取り付けなどを行っていただけると良いと思います。このような形で最後配線をきれいに収めることができれば、まあ、それで取り付けが完了となります。それでは本日の動画いかがだったでしょうか。私個人としては、まあ、理想に近いデジタルインナーミラーとなっておりますので、商品の方気になる方いらっしゃったら概要欄の方ぜひ確認してください。それでは本日は最後までご視聴ありがとうございました。